Salve a tutte belle ragazze, benvenute. Che un bellissimo lo kitchen, chi te che è arrivato cosa è? Mas nanto ne, scogli tutto, c'è nello muore ad arte chi te mas ne, conto ne o cade salmate ne, o buua ne, nakunatta, katano tamashua, chiuri no ueni no te, chi te nasu de kairu, nasu a ushi, chiuri wa uma, soi hanashi arrivasio ne, ma sura tomo ga gudo shite, 今日はナスを使ったベーナスベーナス準備してください。まあナス何でもいいんです。そしてモッツァレラ、今日はモッツァレッリーニの小さいやつを使わせていただきますけど、大きいやつ大丈夫です。小さく切ればいいんです。そしてニンニク1かけ、でこれのロマノチーズを今日粉にするんですけども、別にパルミジャーノでも何でもいいんですね。そしてブラックペッパー、あとオリーブオイル準備してくださいね。あと塩、そして必要なのは愛情、アモーレですね。なんだこれ、アモーレ。 ナスを最後に切ります。 OK ragazzi、まずフライパンにパンをカリカリにします。 ぜひチャンネル登録、高評価、コメント欄に投稿を忘れずによろしくお願いいたします。 パンをカリカリにしてからナスをオリーブオイルで炒めます。 今回は熱を通しますからナスのアクを取る必要がないんですね。 塩かけるとナスの水分が出ます。 ニンニクの香りもつけたいので皮むいたニンニクも入れます。 そして蓋します。 バッチリこんな感じです。ニンニク必要なくなったので除きます。ボウルに移します。ここに残ってる油ですね、もう一回ここにパンを入れます。火が消えてますよ、消えてますね。まだあったかいですね。このパンの白い部分のところですよ、白い部分ですよ。ここじゃないよ、白い部分の上にまずこのナスをかけ始めます。 モッツァレラだったら小さく切ってください。もうこれは小さいからこのまま乗せます。ペコリのロマーノチーズをすりおろします。さらにオリーブオイル少々。そして蓋をしてチーズ溶けるようにします。ブルスケッタレメランザーネ完成です。イエーイ。味見の時間でございます。 ああ、もう香りがね、ちょっといただきます。皆さん、どうもお疲れ様です。今日のブルスケッタラメランザーナいかがでしたか？もう本当に最高に美味しいものでございます。っていうことで、またおかわりございますから、また次回お会いしましょう、皆さん。チャオ！